アイテム番号、SCP-618JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-618JP の存在する区域は、カバーストーリー、土砂崩れ、を適用し、一般人の侵入を防ぐために警備員による巡回を行ってください。侵入者は即座に拘束し、クラス A 記憶処理を施した上で解放してください。SCP-618JP の内部を調査する場合、レベル3以上の職員3名以上の許可を取った上で、日本国籍を持たない日本滞在年数3年未満の D クラス職員を用いて行ってください。説明。SCP-618JP は、アメリカ合衆国州の山地に存在する5メートル ×5 メートルの区域です。普段は特に異常はなく、不活性状態にあります。SCP-618JP を、日本国籍を持たない滞在年数3年未満の人物括弧以下被験者と表記括弧閉じが通過した際に SCP-618JP は活性化し、異空間を作り出します。この時、被験者は強制的に SCP-618JP の作り出した異空間の内部に引きずり込まれることが判明しています。人数の上限は、現在の実験段階では、人ですが、実際にはそれ以上の人数が引きずり込まれるであろうと推測されます。また、被験者の所持している GPS の信号は SCP-618JP の近辺を指し示しますが、該当地点に被験者の姿を認めることは不可能です。SCP-618JP の作り出す異空間の内部は現在半径 10km の円形となっており、円の外部へと出ようとすると視認の不可能な壁のような物体に阻まれます。被験者が現れる地点は無作為であることが判明しています。円の中心には富士山に酷似した山が存在しており、その周囲に江戸時代のものと推測される建造物江戸時代から現代までの特徴を有する様々な建造物が乱立しています。北部には無風状態でも高波が発生する海が確認されており、西部の上空2000メートル地点には、空気浮遊する姫路城らしき城郭が視認できます。空は白く、太陽は赤い丸として観測され、日没することはありません。ただし時間経過は現実世界と同期しており、3時間の経過もしくは異空間内で死亡することで被験者は強制的に現実世界へと排出されます。この際、映像を記録していた場合は不自然に途切れれることが確認されています。また、映像記録が途切れてから現実世界に排出されるまでには、最長5分程度のラグが確認されています。排出される地点は被験者が引きずり込まれた箇所に限定されており、被験者が排出されてから3時間の間に、再び SCP-618JP が活性化した例はありません。異空間の内部には、人型を含む多数の実体括弧以下 SCP-618JP-1 と表記括弧閉じが存在しており、それぞれが、日本、を強く想起させる特徴を持ち合わせています。SCP-618JP-1 に対する接触による現実世界への影響は確認されていません。また、SCP-618JP-1 に対してインタビューを行う試みは現在成功していません。分類。SCP-618JP-1-A 概要、ナスを掴んだ大鷹に酷似した実体。SCP-618JP の作り出した異空間の空を飛び回っており、一度も着地することはない。基本的に被験者には不干渉である。分類。SCP-618JP-1-B 概要、江戸時代の武士身分の人間と服装の酷似した人型実体。被験者が SCP-618JP-1-B に衝突する、しつこく話しかけるなどの干渉を行った場合、切り捨てごめん、と言い放ち台頭している日本刀で切りつける、あるいは被験者に切腹を迫ることが確認されている。分類、SCP-618JP-1-C 概要、折り鶴と推測される実態、通常の鳥類と同様に飛翔することが可能であり、相当数の個体外空間内で観測されている。被験者が接近すると逃走するため、詳しい生態調査は実施できていない。追記、2000年月日に実施した調査において、SCP-618JP-1-C の捕獲に成功。折り鶴を開いたところ、1枚の折り紙で構成されていたことが確認される。その折り紙を用いてカエルなどの別の動物を作成したが、折り鶴以外が動き出すことはなかった。分類。SCP-618JP-1-D 概要、
江戸時代に存在した芸妓、いわゆる、芸者、に服装の酷似した人型実体。被験者を発見すると即座にすり寄り、一番近い建造物に連れ込もうと試みる。SCP-618-JP-1-D の誘いに応じた場合、音声による通信及び映像記録は途絶され、被験者の所持していた GPS の発する信号が消失する。SCP-618-JP-1-D の誘いに応じた被験者が回収された例は現在存在していない。分類。SCP-618-JP-1-E。概要。SCP-618-JP-1-B より、将軍。との、と呼称される人型実体。SCP-618-JP-1-E の出現時には、殿のうなり、という声が響き渡る。通過する際に被験者が頭を下げなかった場合、SCP-618-JP-1-B によって切りつけられることが判明している。また、SCP-618-JP-1-E は西部に確認される空地浮遊する姫路城らしき城郭を本拠としていることが、S。CP、SCP-618-JP-1-B 同士の会話により判明した。分類。SCP-618-JP-1-F。概要。編集済み、と推測される人型実体。ごく稀に塀の上や屋根の上にいるところを確認されるものの。SCP-618-JP-1-F を視認した瞬間に謎の飛翔体によって被験者の頭部が貫かれるため。詳しい調査は今のところなされていない。分類。SCP-618-JP-1-G。概要。木製の屋台を引く人型実体。市街部に出現し、屋台に表記された食品を売り歩いている様子を見せる。今まで確認できた屋台は、寿司、すき焼き、天ぷら、お好み焼き、そば、芋。他の人型の SCP-618-JP-1 群との会話より、店主の名前は、キム、オータ、ワン、イムゾ。加藤、順次、などが確認されている。被験者。分類。SCP-618-JP-1-L。概要。2000年、月、日以降、主に北部の海上上空に確認されるようになった、零式艦上戦闘機とみられる飛行実体。ある点を中心として因運動を行っているが、被験者が接近するとその軌道から外れ突撃を行う。統率の取れた編隊飛行を行う SCP-618-JP-1-L 群の存在も確認されている。操縦席には人型実体の姿が確認されているが、接近しての調査が困難なため詳細は現在不明である。分類。SCP-618-JP-1-M。概要。2000年、月、日以降確認されるようになった、スーツを身にまとい携帯電話を用いて通話をしている人型実体。常に相槌を打つような仕草、もしくはお辞儀を繰り返しており、被験者からの接触に反応を示さない。分類。SCP-618-JP-1-N。概要。2000年、月、日以降市外部に確認されるようになった、日本車と推測される実体。車種は不定であり、搭乗者及びナンバープレートは確認されていない。推測で時速、KM で、使用外物を回避して走行している。衝突した場合も SCP-618-JP-1-N に損傷を確認することはできなかった。映像記録618-10。被験者。D。618-7カッコアメリカ合衆国出身、日本滞在歴2年9ヶ月カッコ閉じ。オペレーター、名船博士。付記、資料の会話内容は英語を日本語訳したものです。また、D、618-7は日本の文化に精通しています。名船博士、聞こえますか ?D、618-7、周囲の状況を報告してください。D、618-7、聞こえています、博士。町外れにいるようです。大きな神社の前にいます。これは本当に神社ですか?十字架の取り付けられた大きな鳥居が映し出される。名船博士、中に侵入し、様子を報告してください。D、618-7、了解しました。狐と狛犬のようなものが交互に並んでいます。大きな建物が見えてきました。名船博士、
周囲に SCP-618-JP-1 の気配はありますか？ P-618-7 全く感じられません。不眠のようです。ひとまず中を確認してみます。わあ、神社にキリストの像が飾ってあります。名船博士、他に異常は確認されませんか？ P-618-7 十分異常だと思いますが、他には何もありません。名船博士、では、移動してください。次は市外部へお願いします。P-618-7 はい。30分の移動。名船博士、では、字は右方向に見える高層ビルに侵入し内部の様子を報告してください。P-618-7 了解。とても奇妙です。ビルなのに中一面畳式です。これは土足で入ってもいいのですか？名船博士、構いません。P-618-7 本当ですか？しかし、その方が楽ではあります。40はかけて調査。P-618-7 結局全部の階が畳式でした。エレベーターまで畳式なのはどういうことなんでしょう？名船博士、お疲れ様でした。P-618-7 しばらく市外部の探索を続行し、気になるものがあれば報告をしてください。P-618-7 はい。50分の散策。P-618-7 博士、見てください。新幹線が通っています。駅のような場所が映し出され。新幹線らしき実体と多数の SCP-618-JP-1、B 及び SCP-618-JP-1、M が確認される。名船博士、可能であれば乗車し行く先を確認してください。P-618-7、了解しました。新幹線ですがまるで満員電車のようです。終点は、キャッスルです。あの空に浮かんでいる城でしょうか？名船博士、では終点まで乗車をお願いします。P-618-7、了解しました。その後被験者は乗車中に異空間より排出された？映像記録618-12。被験者、P-618-8 カッコイギリス出身、日本滞在歴1年11ヶ月カッコ閉じ。オペレーター、名船博士。不機、資料の会話内容は英語を日本語訳したものです。名船博士、聞こえますか？ P-618-8、周囲の状況を報告してください。P-618-8、見たところ街中のようです。サムライと芸者、SCP-618-JP-1、B と SCP-618-JP-T がたくさん、います。名船博士。では、それらになるべく直接的な接触はしないように SCP-618-JP-1、B の様子を観察してください。P-618-8、了解です。SCP-618-JP-1、B の1個体を30分追跡、特に変わったことはありません。食事をして、他の個体と話をしています。名船博士、話の内容は聞き取れましたか？ P-618-8、私には聞き取ることができませんでした。おそらくですが、日本語で喋っています。名船博士、映像記録に会話の内容が残っているかもしれません。その件に関しては後で解析を行うので、P-618-8 は次の任務を実行してください。P-618-8、了解しました。次は SCP-618-JP-1-G との接触、名船博士、どうしましたか？ P-618-8、先ほど追跡していた SCP-618-JP-1-B が腹切りしています。切腹を行った白装束の SCP-618-JP-1-B の死体が映し出される。名船博士、映像を確認、先ほどと服装が違いますね。切腹の理由及び服装の変化した理由はわかりますか？ P-618-8、いえ、さっぱり、本当に急に腹を切りました。服もいつの間に着替えたのかわかりません。
メイセン博士、周囲の様子はどうなっていますか？ P618-8、何事もなかったかのように平然としています。もっと騒ぎになっていてもおかしくないと思うのですが。メイセン博士、了解しました。任務の変更を伝えます。切腹した SCP-618-JP-1-B の死体がどうなるかを観察して。P618-8、博士、死体がありません。メイセン博士、なんですって誰かが処分したのですか？ P618-8、いえ、目の前で勝手に消えました。メイセン博士、了解しました。調査を継続してください。以下重要な情報を得られなかったため省略。終了報告書、D618-8 の期間後、映像記録の音声を解析しましたが、映像の SCP-618-JP-1-B のものと思われる音声からは、切腹の理由を含めた重要な情報は得られませんでした。また、この調査の直後に、において身元不明の白骨化した遺体が発見されましたが、関連性は不明です。SCP-618-JP は、で1900年、月、日に発見された身元不明の遺体の遺留品のカメラに、不自然な風景の写真が残っていたことから収容するに至りました。初期収容の際、日本国籍を持っておらず、日本における滞在経験のないエージェント、メイが SCP-618-JP の作り出した異空間に一度に引き込まれる事案が発生しています。その後の調査で活性化の条件が明らかになると、SCP-618-JP は日本支部の管理下に置かれることとなりました。ほい。以下の映像記録は2000年、月、日に SCP-618-JP の作り出した異空間内で撮影されたものです。映像記録618。被験者、D618、12カッコカナダ出身、日本滞在歴2年3ヶ月カッコ閉じ。オペレーター、メイセン博士。不機、資料の会話内容は英語を日本語訳したものです。メイセン博士、聞こえますか ?D618、12、周囲の状況を報告してください。D618-12、聞こえています。私は今、森の中にいます。人の気配はありません。メイセン博士、では、開けた場所に出るまで移動してください。D618-12、了解しました。映像が大きくぶれ、周囲が急に暗くなる、うわ。ドラのものと推測される金属音が3回記録される。メイセン博士、どうしましたか ?D618-12? D618-12、わかりません。急に大きく揺れたと思ったら、暗くなりました。メイセン博士、周囲の状況を報告してください。D618-12、了解しました。10秒の沈黙、短い悲鳴。メイセン博士、D618-12 報告を。D618-12、息を切らす音、金属の衝突音、が、きしみ合うような巨大な音、しています。正体不明の鳴き声らしき音声。メイセン博士、何があったんですか ?D618-12。D618-12、悲鳴。D618-12 が映像機器を放棄、全長25メートルを超すと推測される人型の機械と、それに相対する爬虫類に酷似した外見の巨大な生物が映し出される。その後2時間にわたって両者の戦闘する映像が撮影された?終了報告書。映像が撮影された後、SCP-618-JP にて激しく損傷した D618-12 の遺体が回収されています。映像で確認された実態は今までの調査では報告されていなかった存在であり、新たに SCP-618-JP-1、R 及び SCP-618-JP-1、S と分類されました。